おはようございます。今日は梅ヶ島温泉の紅葉トレラン行ってきます。あ、やったやった。登山口から上がってきてます。いい道がね、続いていますね。そして、もう、まっすぐ見えれば、じゃん、紅葉。山肌、すごいね。山肌が燃えてるよ。メラメラだぜ。そしてね、聞いて、私最近ね、フルマラソン頑張ってるんだよ。だもんでね、もう、山の足がなくなってるんだ。ちょっと登っただけで辛いからびっくり。やっぱ山登ってないとこんなに辛いんだね。よいしょ。紅葉とアンパンいただきます。これ紅葉見ながらアンパンいいね。ロードだと食べれない。山だとご飯食べれる。嬉しいな。見えるかな、葉っぱがチラチラ落ちてきてとても綺麗です。はあ、紅葉見ながら走れるよ、登れるよ。赤と黄色の絨毯だよ。あ、いいね。走れ。今からは安倍川の源流の最初の一滴を見に行こうと思います。はい、こちらから沢に降りてきます。高揚感がいいね。ちょっとガスって言うんですけど、それもね、またね、最高なんですよ。晴れてもガスでもいいという場所です。だってね、匂いがね、やっぱね、いいですもんね。ガスってるとね、匂いがプンプンね、マイナスイオンの匂いがしてくるよ。はっ、紅葉の絨毯ね、足に優しいっていうね。見て、綺麗だよ。横に川が流れてて、ちょっと黄色っぽい、こういうのいいね。はあ、水が透き通ってて心が現れてますね。はあ、広くなれるよ。ありがとう。風流ですな。ここは黄緑の絨毯です。はい、来ました。阿部峠源流、ここ一滴ね。よし、触っとこう。つん、一滴触れたよ。到着、イエーイ。今日のおやつ、じゃん、手作り健康クッキー。かっこ私は作ったわけではない。はい、いただきます。はい、今ね、梅ヶ島温泉まで降りてきまして、はい、阿部の大滝渡っていきます。ちょっと雨降り始めたけど、ここ上よりも、ね、あったかいから気持ちいいぐらいです。こういう釣り橋ワクワクするんだよな。ほら、2人ずつです。見えますかね。風が強いから
落ち葉がチラチラしてる。わーすごい。あと大滝まで100m、もうちょっとだ。空気が美味しいよ。よいしょ、もうちょっと。見てください、阿部の大滝、大きな滝が姿を現しました。じゃーん、すっごく水の量が多いね。マイナスイオン浴びられる。リフレッシュです。温泉来ました、梅ヶ島の。よいしょ、厚めの湯、ぬるい湯、どっちもあるのかな。甘酒？おしるこ？え？イノシシ？鹿？やっぱ美味しそうです。はぁ、あ、いい湯でした。リラックスできました、ありがとう。静岡おでんのおでんこ。うまい、最高です。大根いきますね。またお腹空いちゃった。もう富士の里です。うちの駅進入です。これ私のおすすめです。まふじの里の平野そばがめっちゃ美味しいんだよ。おすすめ。それで今日お腹空いたから天ぷら買ったの。見てこれ、もりもり入って270円だよ。これ合わせて800円ぐらい。いただきます。めっちゃでかい、めっちゃでかい。ほらほら、顔ぐらいだぞ。いただきます。椎茸の出汁が美味しいんだよ。完食しました。美味しかった。ごちそうさまでした。じゃあまたどっかの山で。じゃあね、バイバーイ。